ユーゴスラビアに輸出された、ケグレス式足回りの FT。1941年、ドイツのユーゴスラビア侵攻の際に撃破されたもの。上の車両を別の角度から取ったものルノー NC 型戦車は、戦艦機のフランスで開発された戦車である。第一次世界大戦で登場したルノー FT-17 軽戦車の発展型で、本格的な量産は行われずに終わったが、 後のルノー DE1 戦車の元となった。少数が海外に輸出され、特に日本では陸軍が約10両を購入、満州事変で実戦投入された。第一次世界大戦終結後、フランス軍には大量のルノー FT-17、軽戦車が残された。結果、予算の制約もあり、新型戦車の開発は停滞することになる。しかし、 FT-17 は小型軽量の手頃な車両ではあったものの第一次対戦時の残酷戦に適した仕様で最高速度が遅く移動には必ず輸送車が必要になるなど特に平時の利用には機動性に難があった最初の改良はシトロエンのハーフトラック等で使われたリーフスプリングと更新入りゴムリ体を持つ毛暮れさ方式の足回りを装着するもので車体は 基本的に FT-17 のままだった。この方式で42両製作された、ルノー FT ケグレスインス M24-25 は、不知漁モロッコでの反乱鎮圧に投入された。改良の結果、最高速度は時速 17km に向上したが、高速走行をするとタイが切断するなど、構造的に脆弱だった。 その後改良型のルノー FT ケグレスインス M26-27 も少数作られたが、これらはユーゴスラビアとポーランドに売却された。ユーゴスラビアに輸出された M26-27 は通常型の FT-17 と共にドイツによる進行時に実戦投入されている。なお、M24-25、M26-27 の故障は、 それぞれ下記の NC に NC1 の別称であるとする解説もある。その一方で1923年よりルノーでは足回りの強化だけでなくエンジン強化も図った改良型の開発計画を受注していた。これらはルノー NC の社内故障で2種の試作型製作が並行して行われた。2つ目の試作型の方が先に 1925年12月に完成したが、これは、騎兵化用の高速戦車の要求に則っ,ったもので、前日のタイプ同様、ケグレス方式のリーフスプリングとゴムリ体を持っていた。しかしこの計画は結局放棄された。一つ目の試作型は1926年に完成。こちらは12個の天輪を3本の垂直コイルスプリングで喧嘩し、 構成自体を装着した新設計の足回りを持っていた。この間、陸軍では後にシャール B1 として結実することになる戦闘戦車の構想が持ち上がっていたが、こうした大型の戦車を早急に用意することは現実的でなく、代わって不氷水汎用系戦車の計画が出され、ルノーは NC1 e 系をベースとしてこの計画に応えることとなった。一方、 ルノーは海外への販路開拓も計画1928年に試作型一両がスウェーデンに売却されたほか1929年に日本に10両、ポーランドに24両が輸出された30年代初頭ギリシャにも1両が輸出されたこれらはルノー NC27 の名でも知られるフランス軍の不氷水汎用計戦車としてはルノーは NC1 を基礎に、さらに改良を施した試作車両を製作した。これらは、ルノーの車内故障では NC28、軍故障ではシャール D と呼ばれた。新型サスペンションと機銃2丁を備えた型と放送日型の2種の試作車が作られたが、これらは NC1 の発展型として、それぞれ NC2、NC3 とも呼ばれる。このため、 以前のゴムリ大式の NC2 との混同の原因となっている。比較の結果、放送日型が選ばれ、1929年12月、ルノー社内故障では、NC31 と呼ばれる先行生産型重量の注文が行われた。量産型ではさらに回収が施され、これがルノー D1 となった。日本陸軍は、ルノー NC 型戦車の購入を脱進され、 1930年にフランスから1個中隊分を輸入した。運用側では、以前に輸入した、ルノー FT-17 軽戦車と区別するために、ルノーオツ型戦車と呼称した。元のルノー NC 型戦車にはピュート SA1837mm 戦車砲、搭載型とオチキス機銃搭載型があったが、後の日本陸軍への導入時に、37mm 改造狙撃砲と、 6 5トル、改造3年式機関銃もしくは11年式系機関銃に、換装された。戦闘後、武装を取り外し展示中と思われる、ルノーオツ型戦車と記念撮影をする兵士。第一次上海事変時の撮影と思われる。日本の戦車生産能力の不足もあって輸入された、ルノー NC27 であったが、性能は、軍が期待したほどではなく、前年に、 仮リ式化された国産の89式系戦車を下回るものであった。天輪軸が折れたり、ハッチなど扉を開けても車内が加熱しやすく、エンジン冷却液の補充が頻繁に必要になるなど、故障やトラブルが多く、納入された車両には時速18キロも出ないものもあったという。ルノーの技師を呼んだが、日本の湿気が多い環境や、連続走行など、 日本側の運用に問題があると突き放され、中華民国など諸外国への売却を考えたが、実現せず、最終的に、技術本部で対策を施す改修をした。1931年に勃発した満州事変では、百武春吉隊員率いる臨時派遣第一戦車隊に配属され、翌年に起きた第一次上海事変では、茂見伊佐隊員率いる独立戦車、 第2中隊に配属されたが、早々に89式系戦車にとって変わられた。1932年11月に、ルノーツ型と89式系戦車に対して行われた対戦車弾丸攻略試験では、スペック上の走行圧では89式系戦車に、勝っている、はずのルノーツ型が、フレームや秒節接,接合部分が脆弱で、試験終了後には、走行版が、 フレームから脱落してバラバラになって原型を保っていなかったことも見切りをつけられた原因の一つと思われる。なお、従来から装備していたルノー FT-17 をルノー高型と改名し、ルノー NC27 をルノーオツ型としたという説もあるが、ルノー NC27 があまりに欠陥が多いため回収したルノー NC27 を 回収前の車両と区別するために、ルノー・オツ型と解明したとする資料もある。中国大陸から日本本土へ引き上げられたルノー・オツ型戦車は、各地の戦車学校で訓練用戦車として使われた、あと展示車両となった。ウィキメディアコモンズには、ルノー NC 型戦車に関するメディアがあります。ありがとうございます。